どうも皆さん、チャリエルでございます。皆さんですね、シャープベージュ、特に学生の方、中学生、高校生、大学生、まあ小学生の方もね、一部の方は使用してらっしゃるかもしれませんがね、最近はね、いろんなシャープベージュが出ております。ポピュラーですだとクルトガーだとかね、ドクターグリップだとか、どちらも使用させていただきましたが、今日紹介するのは、ロッドリングのシャープホルダーマルチペン用の 0.3mm です。はい、まあ詳しいことは後にしてね、こちらのお荷物が今日届きました。配達の皆さんご苦労様です。本当ご苦労様です。毎回ね、アマゾンさんもね、楽天さんもヤフーさんももう本当お疲れ様です。やっぱりね、いろんな人がいるわけで、いるからね、私なんか荷物が届くわけですけど、一人じゃとても行けないようなとこから荷物届きますからね、まあ、そこはね、すごいと思います。あれ、どれや、からや、から、あ、ちゃうわ、ここでした。はい、まあね、うわ、なんかすごいおしゃれ。ちょ、中身のあれを抜いて、おしゃれな、なんかファイル来ましたわ。あ、いやね、私のね、で、荷物はどこ、これか、これか、めっちゃちっちゃいですよ、めっちゃ封筒のありにちょいちっちゃい。はい、こんなんです。はい、こんなん。全くなんじゃこりゃ、お前は何を紹介したいんやというあれもあるかと思いますけどね。じゃちょっと私のシャーペンご覧になってくださいませ。もう随分もう20年か30年ぐらい前のシャーペンなんですけどね、親から譲り受けたものですって言いながらドリルで穴開けたんですけどね。これは三菱の、3色の、ペンです。赤と黒とシャーペンがありますでね、これね、こうやって引っ込めてね、交換することができるんです。これ 0.5 なんですけど、どうしてもノートで、小さい文字書きたいなと思ったんですけどね、字汚いくせにね、私ね字汚いくせに字ちっちゃいの書きたいなとか思ったんでね、で買ってみたんですけど、これがね、さっき言った通り 0.3mm の544円でした。送料込みでメール便できましたよ。はい、あとなんか言うことあったかな。メモ帳がどっか行ったけどね、どこ行ったかな、あったわ。これね、ちなみにボールペンもね、ずいぶん前に買いました。これこのこういう差し替えのやつ、レフィルと言います。レフィルなんですけどもね、マルチペン用ということでね、もう三菱のやつはないんですけども、実は三菱じゃなくてこれはパイロットのやつなんですね。一応規格があるみたいで、うっすら文字が浮き出てたボールペンのやつはね、なんとか調べて買いましたが、果たして今回これがハマるのか。ネットで調べた時にね、皆さん使っていただきたいんですけどね、ブラウザってあるじゃないですか、インターネットエクスプローラーだとかね、クロームだとか、そのウィンドウ開いた時に倍率があると思うんです。100倍とかね、120倍、それを上げた時に、古いレフィルはこれをね、合わせるんです。こうやって画面にちょうど同じ大きさになるようにね、太さが一緒やったんでこれいけると思ってね、長さもほぼ一緒やし、あ、若干短いけど、それはやばいな。まあいいわ。とりあえずこれ、0.3 買ったんで、まあ行ってみましょうか。とりあえずハマるかどうか。ハマったけどね。はい、とりあえずハマりました。よっしゃ、よっしゃやけど、先っぽが出ない可能性が出てきた。出た。先まで出ない。なんだこれは。どうしよう。書けんことはないですけどね。あ、写真入ってる？あれこれちょっとほんまに 0.3？ ほんまに 0.3 やね。今まで飲んだやつと違うし。じゃあまあとりあえず書いてみましょうか。なあ、ちょっと短かったようですね。お、書きやすい。これはいいわ。で、とりあえずまあ 0.3 を。あ、ちょっとやっぱりここの、いや、あれがぴったり合ってないからブレますね。まあ後でなんか自分で何とかしますわ。で、ついでに、このレフィルで困ってる人いると思うんですよね。まあこの動画見てる人の1000人に1人ぐらいは。で、まあついでに紹介しておきます。このレフィルですね、パイロットのやつなんですけども、はい、黒がね、これ 0.5mm のやつです。普通 0.8mm やったかなと思うんですけど、見えるかな、 BRF の 8EF の B。 これもね、 Amazon で買ったんですけど、これはね、 Amazon で買いました。さっきのやつは楽天ですよ。で、これが BRF8FR、 赤色です。これは 0.7mm やったかな。さっき 0.8 とか言ってますけど 0.7 です。で、黒の 0.7 バージョンももちろんあります。で、0.5 の方がもちろん高いです。はい、で、使用した感想としてやっぱりね、まあいいや、ちょっと待って、さっき今日赤がね、ちょうど赤がなくなったんで赤交換しようと思います。黒の使用した感じ、感想としてはね、黒は、最初すごく出にくいです。まだね、1本しか開けてないから何とも言えないんですけども、やっぱり1本目がかなり、1本目ちゃうわ、1回初めて使うときはね、かなりね、出にくいです。この何だっけ、 BRF の 8EF の B、 これね、ちょっと出にくいですわ。
そういう短所がありますけど、あとはどうね、まあ学生さんだとわかるかもしれないんですけど、あのノート1ページ分ぐらい書けばまあ出るんじゃないかなと思うんですけど、まあそのぐらいで出たと思います。でこれね、先っぽ引っこ抜いて刺すだけです、超簡単で。これね、最初赤のね塗料とか黒の塗料とかついてるんですけどね、擦れてなくなっていきます。それはまあ覚えておいてください。はい、まあそんな感じでした。赤はね、赤はまあついでに出しておこうと思うんですけど、赤はね、意外にあっさりいけます。はい、これサインでも何でもないですよ、走り書きですよ、何が書いたわけでもない。はい、そんな感じでした。で今回はロトリングのシャープホルダーマルチペン用の 0.3mm の紹介でした。はい、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。はい、すいません、事後報告でございます。ですね、さっきね、シャーペンがうまいことね、なんていうの、先っぽまで出てくれないという報告をしたんですけども、なんとかね、ダーティーな改造を施して、うまいこと出るようになりました。ちょっとね、証拠動画をどうぞ。はい、こんな感じです。ほら、ちょっとね、さっきの動画見えづらくて申し訳なかったんですが、ほら、ちゃんと出るでしょうね。ノックしたら戻るんですけどね、普通は。あの、さっき短いままだとなんとかできました。で、そのダーティーな改造の方法をね、まあ、4、5秒で説明したいと思います。超簡単。超簡単な、ここね、握りつぶしたの分かりますかね、ここちょっとね。見にくかったら申し訳ないんですけど、この、これ、ペンチでグッてやったら、こう、広がるんですよ、横に。ならここで、レフィルが止まると。まあ、そういうダーティーな改造です。まあ、あまり、安全な方法ではないんです。自己責任でよろしくお願いします。なんとかね、できるようになりました。これで明日から綺麗な字が書けるように努めます。そういうわけでした。今度こそ、さよならです。皆さん、さよなら。